岡山市。岡山市は、中国地方、岡山県の南東部に位置する市、政令指定都市及び同県の県庁所在地である。全国的には、桃太郎の伝説ときび団子や最大次回日、裸祭り、温暖な瀬戸内の気候により育まれた、マスカット・オブ・アレキサンドリア、シャイン・マスカット、ニューピオーネ、桃太郎ドウ、白桃、アタゴなし、 アタゴリ、カモナジ、ヤーリーなど高級フルーツの産地として有名な都市である。中心部には岡山城や日本三名園の一つである高楽園を擁している。岡山藩池田市の城下町として栄えた江戸時代以来地域中心都市として発展してきた高層ビルの立ち並ぶ中心部と閑静な田園や中山間地域が広がる郊外部を持っている。また、 古くから学徒としての趣向きを持ち、明治期から戦前の昭和期にかけて、旧西第六高等学校、中国四国地方唯一のナンバースクール、旧西岡山医科大学、中国四国地方で設置された初めての大学、旧西岡山農業専門学校、旧西岡山農業研究所、旧西岡山市範学校、旧西清志新女子専門学校などが開校された。現在でも、 市街地中心部に数多くの大学や専門学校が存在し、学徒としての性格をより一層強めている。中四国のクロスポイントとして、1980年代以降の瀬戸大橋の開通、JR 線の四国との直通化、山陽自動車道の開通に伴い交通インフラが急速に整備され、岡山都市圏は周辺都市圏とともに、 東瀬戸経済圏として成長してきた。2005年以降、周辺4町と合併したこともあり、人口は70万人を突破した。2009年4月1日には、政令指定都市に移行し、北、中、東、南の4行政区が設置された。国土地理院地理情報によると、岡山市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、 東西の長さは 35.08km、南北の長さは 47.76km である。また、2010年国勢調査基準による人口の重心は、岡山市北区表町3丁目10番27号付近にある。市の北部は、なだらかな丘が続く、きび高原の一角をなしており、市民の水がめである、旭川ダムや岡山空港、及び、 近郊住宅街がある。瀬戸内海に注ぐ旭川と吉井川、二つの一級河川の運搬、堆積作用によって形成された南部の岡山平野に中心市街地が位置しており、さらに平野の南部は江戸時代以降の干拓地であり、農地が広がり、国葬地帯をなしている。その南に小島湾を挟み、瀬戸内海を望む風光明媚な小島半島の丘陵地をなす。 北を中国山地、南を四国山地に挟まれた瀬戸内海沿岸部に位置するため、典型的な瀬戸内海式気候に分類される。日照時間は年間約2000時間と長く、年間降水量は1100ミ、mm、リメートル程度と雨、雪は全国的に見て非常に少ない。冬季は1月平均気温が摂氏4.9度と、関東以西の太平洋沿岸ほどは温暖ではなく、 比較的寒くなり、朝晩は氷点下まで下がることも少なくないが、積雪はほとんどない。一方、夏季は瀬戸内海の影響で酷暑となり、猛暑日になることも多く、同じ規模の都市の中では特に熱帯夜に数が多い。1989年以降、降水量1ミリメートル以上の降水日数が、全国の県庁所在地では最小であり、岡山県のキャッチフレーズ、 晴れの国岡山はこれに由来する。なお、岡山地方気象台は都市部にある観所地点の中では1961年から1990年平年値と比べると気温の上昇が比較的緩いものの1982年10月1日の移転前は路上が岡山大学に近い北口島桑のきにあり、同年から2015年にかけての路上である。 北区総電長よりもヒートアイランドの影響を受けにくく判例であった。路上は2015年3月5日、かつての観測場所に近い岡山市北区津島に33年ぶりに再び移転された。2003年からは市内北区の岡山空港に近い場所、観測地名、日曜時でも観測が行われている。岡山地方気象台に比べ都市化の影響が小さく、 また内陸部に位置するため、夏季、冬季ともに気温が2ほど低い。冬は寒冷で、夏の熱帯夜もほぼない。史上最低気温は2003年1月29日の低、摂取9.0度。市の推計人口は現在72万人を超えており、全国の市で19番目に多い、全政令指定都市20市中では、神奈川県相模原市に次いで少ない。 平成27年国勢調査確定値では71万9474人となっている。人口増加率では平成22年国勢調査平成27年国勢調査で東京特部の属性例指定都市20中8位1.40%増となっており現在増加傾向にある。古代の岡山はキビ国の一角であり、弥生時代と 古墳時代には、筑紫、出雲、大和、毛野などと並んで、日本列島を代表する政権として繁栄し、大和と連合して、列島の統一、知性に貢献した。しかし、機微の交流を快く思わない大和に勢力を削減され、備前国、備中国、微後国、三正坂国に分割され、これ以後現在に至るまで、経済、文化の面で、 連冠の強い旧キビ国の政治的な統一は達されていない。キビ国が分割された後、微前国の国府は現在の岡山市域内に置かれたとみられる。岡山周辺は室町時代までは農村地帯で、16世紀には金光氏が小規模な城を築いて拠点にしていた。戦国時代に岡山の地の交通の便と土地の広さに目をつけた。 うッキ直家はイ五は1570年、元気元年に、金高志高を、無本の疑いありとして切腹させて、岡山城を奪った。その後城を大規模に拡張し、山陽道を、岡山経由に付け替えて、備前国内外の商人を呼び寄せ、1573年、天正元年に本拠にすべく移住した。直家が始めた、城下町、岡山の信仰は、秀家の代にも続けられ、 これ以後、岡山は主に、美善国の政治経済の中心地となった。浮田秀家が、関ヶ原の戦いで没落すると、1601年、慶長6年に、小早川秀明が、岡山城に入った。秀明は、翌1602年、慶長7年に死に、小早川家は断絶した。1603年、慶長8年には、池田忠次が入り、以後江戸時代を通じて、 岡山は池田市の城下町となった。城下町としての岡山は発展を続け、池田市第四代の綱政の代である1707年、法永四年には町方人口が3万635人、武家、自社法を含めた総人口は推定4万から5万人に達し、国内でも十市に入る経済力を持つ城下町となった。高楽園が造されたのも、 この時期である。しかるに、町方人口は、強法の頃から前言し、幕末の1858年、安政五年には2万92人となる。これは、岡山藩の新田開発による農村商業の発達とは対照的であり、藩当局が農村から都市への人口流入を抑制する政策を取ったことによるものとみられる。明治4年7月14日、 1871年8月29日の廃藩地検により、岡山は岡山県の県庁所在地となり、1889年、明治22年には市政を敷いた。市政施行当時、面積 5.77km、人口47,564人。1920年、大正9年には、人口94,585人を数えた。 1930年、昭和5年、岡山市歌、初代を制定。第二次大戦末期の1945年、昭和20年6月29日に、岡山空襲で大きな被害を受けて1000人以上が犠牲となり、10万人以上が家を失った。混乱期を過ぎると、町は順調に発展し、周辺市町村との合併を進めた。1960年、 昭和35年頃には、倉敷市を含めた県南広域都市の構想を岡山県知事が提唱したが、倉敷市長の失踪に橋を発する騒動により白紙撤回された。1958年昭和33年4月、岡山市民家2代目を制定。1972年昭和47年3月15日には、 山陽新幹線岡山駅が開業、1988年、昭和63年3月20日には、瀬戸大橋線が開業し、以来は、鉄道交通の要衝となっている。1996年、平成8年には、国から、中核市に指定された。その後の2005年、平成17年3月22日、隣接する水戸郡水戸町。 小島郡名田崎町の2町を編入。2007年、平成19年1月22日、隣接する水戸郡武部町、赤岩郡瀬戸町の2町を編入した。2007年、平成19年6月26日夕方に、市の人口が70万人を突破した。2009年、平成21年4月1日には、新潟市、浜松市、 2007年4月以降に続いて、全国で18番目、中国、四国地方では、広島県広島市に次いで2番目となる、政令指定都市に移行し、北区、中区、東区、南区の行政区が設置された。2012年、平成24年6月1日には、市政123年目となる、この日に、岡山市民の日が制定された。主に、 岡山商工会議所青年部が中心となり、政令市以降をきっかけに、さらに市民が共同愛を深めるたに、岡山市へ働きかけたものである。2012年3月まで副市長、2007年3月以前は助役を2名置いていたが、2012年4月から、思考的に一人制となった。その後、同年8月24日から、再び二人制となった。 主要な組織、局室のみ、記載、2017年、平成29年4月1日現在。岡山市内には、以下の4つの行政区が設置されており、行政区の数は、政令指定都市20市のうちで3番目に少ない、最小は、静岡県静岡市と神奈川県相模原市の3区。各区の人口、面積、人口密度は、以下のようになっている。 人口は2010年国勢調査確定地。市内の各福祉事務所は区役所の直轄組織となっている。警察署は市内に6カ所あり、政令指定都市であるため、岡山県警の市警察部が統括している。管轄区域は概ね行政区の区域と一致するが、一部は合併以前の管轄のままとなっている地域がある。詳細な管轄区域については、 岡山県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例において確認することができる。消防は全域を岡山市消防局が担当し、北、中、東、西、南の5消防署、一文書、13出張署、うち1出張署は岡山市へ消防、救急業務を委託している木備中央町に設置位救急ステーションが設置さ。 港南飛行場には消防航空隊の基地が設置されており、北消防署には特別高度救助隊が組織されている。2009年度以降の管轄区域はおおむね行政区の区域と一致している。北区については北消防署と西消防署の2署が管轄する。新設の西消防署の管轄区域は北区のうち、京山、石井、中山、高松、足森の各中学校区。 お南中学校区の内佐賀瀬川、伊勢、木備中央町である。北消防署の管轄区域は、北区の内日消防署の管轄区域を除く区域である。また、日消防署の新設により、三角出張所と庭瀬出張所は、日消防署に統合という形で廃止された。2010年度より、日消防署の高度救助隊が、政令指定都市に設置が義務付けられている。 特別高度救助へと格上げされた。2014年には、岡山市では22年半ぶりとなる文書、番長文書が開設された。2016年に、北消防署新築移転に伴い、日消防署から特別高度救助隊が配置転換された。2017年に、日消防署機密出張所新築移転に伴い、高松出張所へ解消された。 1961年、昭和36年岡山県知事だった、三木幸春が新産業都市の受け皿として、全国6大都市、当時に次ぐ、大都市形成のため打ち出した計画で、奥町、現世都内市から鴨形町、原浅口市、南は小島半島までの33市町村による当時での、人口が約90万人、その後の人口規模は、 約130万人に達しているの大規模な合併であった。三木知事と自治省、原総務省出身の森県企画室長を中心に推し進められ、全ての関係市町村議会で合併の議決が行われ、岡山市においては1962年12月17日、22対16の賛成多数で議決。岡山市、倉敷市、小島市。 現倉敷市小島を除く市長も承認四国に合併申請をした。しかし、倉敷市長が年末年始に行員を持ったまま状況進一時失踪する騒動が発生たことで倉敷市の調印が行われず、このことで岡山、小島の西も脱退、1964年には三木知事の救世により構想は頓挫した。高度経済成長期に入り、 岡山市は郊外へ市街地を拡大させ膨張していったことで、周辺市町村のあちこちで急速なベッドタウン化が進み社会資本整備が追いつかなくなり、合併が一気に進んだ。1969年、昭和44年に財政再建団体転落直前であった、最大自治を皮切りに、市宮町、津高町、高松町、木美町、瀬尾町、福田村、 足森町、城東町、京余家村さらに1975年、昭和50年の藤田村に、イタまで11市町村との大合併が行われ、岡山市は、政令指定都市の法律要件である人口50万人を突破した。2002年2月岡山青年会議所が岡山市と玉野市との合併による、政令指定都市以降の要望書を岡山市長に提出し、7月には、 岡山市と玉野市、長崎町、水戸町、瀬戸町による合併研究会が設置され、さらに2003年4月には瀬戸町を除いた任意合併協議会が設置された。2004年1月に新設合併、既存の独自の行政サービスの維持などの内容で中間答申がなさるが、玉野市では議会と市民グループの反対があり2月に岡山市との合併を断念し離脱した。 しかし残る長崎町、水戸町は、岡山市との合併協議を続け2005年3月に、編入合併した。岡山県南政令市構想第一次合併。他の町と合併協議をしていた竹部町、瀬戸町は相次いで方針を転換し、政令指定都市以降を前提に、岡山市に合併を申し入れ、2007年1月に、編入合併された。 岡山県南西霊市構想第二次合併、国政差人口69万6千、合併時推計人口69万8千人。そして、2007年6月には、推計人口70万人突破し、市庁差の推計人口、県の月次報告では8月1日、西霊市移行のための人口要件が満たされたこと、された。1889年、 明治22年の市政施行以来、周辺の市町村と合併を繰り返してきた。現在の岡山市は、水戸郡、旧小野郡、津高郡、上東郡、木美郡、旧海洋郡、小島郡、奥郡、筑波郡、旧東郡、岩郡、旧赤坂郡,岩梨郡、岩梨郡、和家郡、久米野郡、旧久米南城郡、久米北城郡と美前国、美中国、三正国の広範囲の地域に及んでいる。 1969年以降に合併された旧市役所、町村に役場は、岡山市の区役所、市所、地域センターとして引き継がれている。岡山市は、海外の6都市、2地域と交流を行っている。各区のページの、町長、大あ高あるいは、教育及び、岡山市の町、阿ざ一覧を参照。平成の大合併で編入したみと、 長崎地区は2010年3月21日まで、竹部、瀬戸地区は2012年1月21日までに、それぞれ合併特例区が設けられていた。歴史的には、倉敷市との関係は、江戸時代、戸様の岡山藩と天領の倉敷との関係であったものの、高度成長期以降は、倉敷市で水島コンビナートが発展し、岡山市の都市圏が膨張するとともに、 岡山2号バパスや山陽本線のコーヒーインドダイヤが組まれるなどインフラ整備が進み今や買い物や仕事で行き来する日常生活圏として一体化が急速に進んでいる倉敷市は岡山市の雇用都市圏に入っており150万人を超える岡山大都市圏の一角となっている香川県高松市とは右こ連絡線発着は玉野市の時代から 相互交流が盛んである。また民放テレビは、岡山県と香川県のエリアが、同一のため、お互いの地域の情報が得やすい状況にある。1988年の瀬戸大橋の開通以降は、マリンライナーにより、岡山駅と高松駅が1時間弱で結ばれたことも、あり、相互交流がより密になっている。2009年7月6日に、 岡山市長と高松市長の会談が行われ、両市で共同の観光 PR に取り組むことや、ケーブルテレビホームページを活用して、情報発信を行うことや、渇水時における岡山市から、高松市への水の提供など、非常時の協力体制を構築すること等について、合意がなされた。岡山駅から、瀬戸を発信で、 四国と直結しており、四国のすべての県庁所在地へ向かう特急が発着するほか、特急や雲で、山陰主要部、米子、松江、出雲市と地図線経由の特急スーパー稲葉で、鳥取市とも結ばれており、岡山駅は本州と四国を結ぶターミナル駅になっている。また、高速道路は、東西に山陽自動車道が貫き、岡山 JCT で、 岡山自動車道とクロスしており、隣接する倉敷 JCT より、瀬戸中央自動車道経由で四国の高速道路と結ばれており、日本海から太平洋へ抜ける交通の結節点となっている。中国地方、または中四国地方においては、交通の結節点である岡山市は物流拠点都市としての位置づけが大きく、食品、流通業系企業の一部は、 中国、四国地方の拠点を岡山市に設置している例がる、北部の高原、丘陵地帯では、全国的にもブランド力のある品目を多く、抱えている果物の栽培が盛んであり、岡山市の一大産業となっている。桃、白桃、清水白桃、黄金桃等や、ぶどう、マスカット、シャインマスカット、ニューピオーネ、桃太郎不動など、や全国シェアトップである。 あたごなし、あたごり、かもなし、ヤーリーがその主なブランド品目である。また、乳牛を中心とした畜産も盛んであり、加えて、椎茸や全国でも、珍しい、木にらの栽培が行われている。南部の広大な小島湾干拓地に、田園地帯をあるため米の生産量が8900トンに、上り、岡山県全体の4分の1を占める。品種は、朝日米が多く、 一部では、酒米のお待ち米も,も栽培している。その他では、レンコン、ナスやビールの原料となる、二条大麦などの栽培も行われている。かつて、陶器には、イグサ栽培の一大産地であったが、現在はわずかになっている。また、日照時間が長い岡山県南の平野部は、聖果の生産が盛んなところでもある。岡山市内でも、スイートピー、デンドロビウム、 ラークスパーなどが栽培され、全国各地に出荷されている。製造品出荷額は8、200億円と、岡山県全体の約10%を占め、機械、化学、食品、印刷などの業種が中心である。臨海部の小島湾は、旭川や吉井川等の一級河川から流出する土砂の堆積により、水深が浅く、1万トン級の船舶が、 航行可能な航路を整備することが困難なため、化学工業地帯は形成されていない。そのため、港南工業地帯に、クラレドアホールディングス、西日本外見プロダクツなど、また、旭川東岸の新港南地区と九番地区には、ヤンマー農機製造、ヤンマーグループや中四国瀬水ハイム工業、積水通輸ームを製造、長屋園など、全体的に、 軽工業系の工場が多い。これらのことから、内陸部の工業団地開発に力を入れており、市内近郊の久米東、岡山や新江南などに鉄鋼鋳物などに中規模の内陸工業団地が多い。また、岡山リサーチパークや、最大自身産業ゾーン企業団地などに、研究や物流に重点を置いた、事業所の誘致を進めている。周辺四町の編入に伴い、 2005年に、水戸町のカバヤ本社工場と4つの工業団地、2007年には、瀬戸町のキリンビール、岡山工場等が加わった。岡山都市圏の中心都市で、県内では圧倒的な集客力があり、代表的な商業地としては、表町と岡山駅周辺が挙げられる。近年の都心商業地の流れとしては、アーケードの商店街から主要施設を結ぶ道路沿いに移行し、 分散傾向にあったが、岡山駅周辺の再開発や商業施設進出が相次ぎ、近年都心回帰が起こっている。小売店舗の新規出店等は、昭和50年代から平成初頭までは、郊外が中心となり、中心部は停滞傾向であった。その後、都心回帰へと流れが変わると、1998年、平成10年 JT が、 市役所筋の工場を後に立てした、伊東洋稼働とジョイポリスの複合施設、ジョイフルタウン岡山が再開発の先駆けとなった。また、高層マンションの建設も相次ぎ、中心部の居住人口が増加傾向に転じたことも後押しになり、飲食店や雑貨、衣類などの路面店も中心部への出店が活発になっている。岡山市及び岡山県の一大商業集積地、 球場家近くに発展した商業地である。岡山駅前からは徒歩でも行ける範囲であるが、バスや路面電車も走っている。市内バス経路の多くが、表町中央部の天馬やバスステーションを経由して、岡山駅に向かうことから、買い物客が集まる構造となっている。周辺には、中国銀行の本店や岡山県庁なども控え、表町商店街中央部に立地する地元、 百貨店の天馬や本店を核として幅広い年齢層をターゲットとした商業店舗が集積している。また商店街北東側のオランダ通りが裏通りから若者の街へと変貌している。近年の動きとしては1999年の暮れど岡山、さらにロフトを各テナントとする岡山ロッツ、旧泉岡山店等の開店が挙げられる。一方で、 北端に岡山シンフォニーホール、南の最大寺町に三丁目劇場、東には旧日銀岡山支店跡を再生したルネスホールと岡山市民会館などの劇場、音楽ホールを有し、文化的な色合いを強めている。岡山城、高楽園などの歴史的施設、美術館や博物館などの文化施設が立地する天神地区等は、岡山カルチャーゾーンとも呼ばれ、 観光ゾーンにも隣接しているため、岡山県風地地区条例で建築物等の制限が課せられている。山陽新幹線、新大阪岡山間開業を挟み、高島屋などの県外資本の大型店の出店や、中四国発の本格的地下街である岡山一番街が開業し、市内中心部の商業地図を2局に塗り替えた比較的新しい地区ある。ここ数年は、 再開発が相次ぎ、西口に岡山コンベンションセンターとリットシティビル、東口では、岡山駅の共常化による商業施設ん捨て、岡山、成道岡山ビルに大型家電量販店のビッグカメラなど商業施設が相次いでオープンした。かつて、林原グループが所有していた岡山駅東口の南側の土地約4万6000メートルは、 中四国地方最大規模の複合商業施設、イオンモール岡山となった。これまでの郊外型ではない初めての政令指定都市、中心駅前に立地する都心型商業施設として、東急ハンズ、H&M、ザラなどのテナントや、シネマコンプレックス、岡山放送のスタジオ、報道部門のオフィスが併設されている。なお、 市役所筋を介して、向かい側には、同じイオングループのファッションビル、岡山ビブレがあったが、イオンモール岡山の開業に伴い、2014年5月11日を、もって閉店した。ふとじは、上場企業、岡山県内の大学と政財界により、知的資源の活用と、地域社会や産業界との連携を図ることによって、時代に合った魅力ある高等教育の創造と、 活力ある人づくり街づくりへの貢献を目指し6年、平成18年4月に設立された。現在、当組織に加盟しているのは、岡山県内16の4年生大学、及び岡山県と岡山経済同友会で、事務局は岡山理科大学内にある。市内に公立大学は存在しない。かつては岡山県立短期大学が存在した。現在は、 岡山県生涯学習センターとなっている。岡山県立大学及び岡山県立大学短期大学部の校も参照。岡山市内には中学校38校、内国立1校が設置されている。高等学校を併設していない、中学校については、各区の記事を参照されたい。幼稚園、小学校については、各区の記事を参照されたい。なお、 市内には幼稚園80円、内国立1円、私立9円、小学校93校、内国立1校、私立2校が設置されている。岡山駅を中心に放射状に鉄道路線が伸び、市内のほとんどの主要地域と結ばれているなど、鉄道網は充実している。特に JR 発足以降は、国鉄時代の列車型ダイヤから都市圏輸送に重点を置いたものになり、 合わせるように、沿線人口の多い山陽本線には徐々に駅が増えている。2005年10月1日に山陽本線の岡山、庭瀬間に北長瀬駅、2008年3月15日には高島岡山間に西川原駅が開業した。今後の計画として、JR 紀備線の LRT 化構想等がある。民営の岡山電気軌道が運行している。路線。 合計総延長 4.7km と日本で最も短い路面電車で、岡山駅前から表町や県庁のある九条下町を中心に路線がある。1日に約1万人が利用し、市民の足として定着し黒字経営を続けている。今後の展望として、岡山駅、東口駅前広場への乗り入れ、市役所筋を南下し、市役所のある大友、大工から、 岡山大学病院もしくは、大本駅までの延伸、または、大友から、東の木寄てる京線、大雲寺前を結ぶ環状などの新線構想がある。同時に、市役所筋をトランジットモール化する構想もあり、車線減少に伴う交通渋滞の影響を調査する社会実験が行われたことがある。また、LRT 化を予定している JR キビ線との、相互乗り入れが、 岡山電気軌道と JR との間で、すでに合意されている。しかし、いずれも、建設資金の負担に関して、行政側と企業側で、折り合いがつかず、計画は、進んでいない。民営バス通貨がエリアを分けて運行し、公営交通、市営バスの運行実績はない。路線は、岡山駅東口のバスターミナルと、天馬やバスステーションを中心に放射状に、 路線網が形成されている。また、岡山駅、西口バス乗り場が二千十年四月二十四日に、開設、岡山駅から、北西方面の路線バスと高速、観光、空港リムジンバスが発着している。八明ら運輸が、乗車方法が、前乗り後ろ折先払い、運賃が均一運賃制である以外は、乗車方法は、後乗り前折り後払いで、運賃は、 整理券による大記録完成である。なお、両備えバス、岡電バス、東美バス、下電バス、宇のバスでは、非接触 IC カードであるヘアーカを採用しており、中鉄バスの一部路線も含め共通に利用できる。一方、中鉄バス、一部路線、美北バスは各々専用のバスカード、プリペイドカードを発行している。ヘアアーカ導入各社。 宇野バスを除くはスルッと関西協議会に加盟しているため、全国総合利用サービス対応の IC カードも使用できる。岡山市において広域的な移動軸となっている幹線道路は南北方向が国道30号と国道53号、東西方向が国道2号バイパスと旧国道2号、原国道250号。 岡山県道162号岡山倉敷線、北西方面が国道180号である。特に国道2号バイパスは岡山市を東西に貫く、幹線道路のうちで唯一4車線以上の道路であり、なおかつ旭川や百軒川などの大規模河川を渡っていることもあって、多い場所で1日10万台以上が通過する。民放の地上波テレビ放送では岡山県は、 香川県と同一の放送エリアになっており、岡山市には3局が、高松市には2局が本社を置いている。岡山、玉野市境の近鉱山送信所には、岡山県と香川県のテレビ放送局の送信所の親局が設置されている。ラジオ放送については、岡山、香川の各県域放送であるが、両県の多くの地域で聴取が可能であり、 岡山市においても香川県の県域放送を聴取できる。本社が香川県高松市にあるが、岡山市も放送対象地域に含まれている放送局、ともに岡山市に岡山本社を置いている。ケーブルテレビは2局がサービスエリアであるが、2局のエリアが混合している地域は今のところない。また、この2局はオビジョンの番組は視聴可能である。 岡山市の市外局番は次の通りである。2013年5月1日より、岡山瀬戸 MA、玉野 MA、福渡 MA に該当する岡山市内、久米南町内の区域はすべて岡山 MA、上記1のエリアに編入された。郵便番号は以下の通りである。岡山市出身の人物一覧を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。